あれよ、車検証のね、あ、もう始まっとった。車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土井パフォーマンスです。今回はモンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。言ってなかった、紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡店長です。お願いします。お願いします。神じゃが、ほんま取り直す、いいよね。いや大丈夫、はい、というわけで今回紹介する車はこちら、はい、やってきました。 765LT、 初じゃないかな、多分、はい、車両紹介とかでも撮らせてもらったことないんですよ。 1886。 あ、そっか、あれ765か、あれ765。あ、じゃあ2代目の紹介ということで、はい、でも車少ないよね。だって限定車でしょ。そう、765台限定、765だけに。はい、そうです。だから車検証の車体番号の下6桁が765で、その後ろがシリアルなんですよ。あ、そうなんだ。だから車体番号を見たら分かるんですよ。へー、あ、これ 765LT の何代目だって分かるんですよ。001とか。そうそう、じゃあ最初は、最後は765765なんだ。やと思うんですよ。へー、だからこの子もパネルに書いてあるんです、数字が。そう、そんな世界に765台しかないうちの1台がカスタマイズされて、はい、そうです。でもなぜか今日の朝ボンド大阪に4台、うん、クーペとスパイダー、まあ、クーペとスパイダーが765台ずつなんで、うんうんうん、1500ちょろぐらいあるんですか、ね。まあ、どちらにしてもとてつもなく貴重な車を今回カスタマイズ紹介ですから、そうです、カスタマイズしたんでご紹介したいと思います、はい、でベースがすごいね。そう、もうボディが黒のメタリックが入ってて、うんうんうん、カーボンも結構入ってるお車にはなるんですけど、さっき聞いてびっくりしたんだけど、はい、765限定車でもカーボンがオプションということで、オプションです。入ってる個体、入ってない個体があります。今回の車は結構入ってますね、はい、結構入ってます。このフロントリップとか、はい、ナンバーベースとか、そのボンネットのダクトとか、はい、ここもそうそう、フェンダーダクトとか。でもフェンダーダクトは確か標準やったんじゃない。標準なんだ。そうそうそう、だからないところをノビテックとかでみんなつけていったりする。あ、なるほどなるほどなるほど、はい、でもいつも思うんだけど、はい、マクラーレンの限定車で、はい、カーボンのパッケージ、その1、2、3とかあるけど、はい、入れるともうほぼ外装いじらなくてよくなるよね。そうそうそう、だからもう社外メーカーでも出してるのって結構ボンネットとか、うん、あとなんかちっちゃいカーボンとか、うん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 、もうそれぐらいなんですよ。社外じゃん、もう。そうそうそう、もうそれぐらいの車ですし、マクラーレンって本当になんかお世話になってるそのディーラーさんあるんですけど、うん、サービスの人と結構ね、いろいろ聞くんですけど、やっぱりすごい完成度だって言うんですよね、うん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 、その自社の車だから強く言うわけじゃないんですけど、例えば横滑り防止装置あるじゃないですか、よく。マクラーレンってグリップも見てるんですよ、路面との。そう、だからなんか前にプロドライバーの人とその、うん、ちょっとお話しさせていただく機会があったんですけど、マクラーレンは難しいって言ってました。だから普通の人が結構飛ばして、うん、こう、あ、危ないってなったら車の方が先にパンパンって制御しちゃうんですけど、うんうんうん、プロドライバーの人ってそうなった時自分で、うん、当てるじゃないですか。それにさらに車が反応するんで難しいって言ってた。へー、それぐらい賢い車だっていう、はい、言ってました。うちのちょっとお客様で、うん、ポルシェのターボ S ですかね、992の、うん、ターボ S 乗っててすっごい踏む方がいるんですよ、うん、その人でも 765LT だけはもうあれは別格って言ってて、へえ、 それぐらい速いです。でそんな車をいじっちゃってるってことですね。すごいもうお世話になってる方で、うん、NSX に ADV1 入れて。あ、そうなんだ。そうそうそう、で奥さんが当時乗ってたゲレンデに穴開き入れて、うんうん、ウラカンのペルフォルマンテスパイダーに穴開き入れて、812に MV 入れました、うん、当時日本1号車やったんです。 MV のフルポリで入れて、黒で動画も撮った。はい、あ、まあ、そのペルフォルマンテも動画撮ったんですけど、で812を売って、まあ、765買って、ホイールももう全部お任せで、とりあえず写真も送らんといてって言われたんでそう、それすごいな。何がついてるかお客さん知らない。そうなんだ。もしかしたら動画見て驚くかもしれない。そう、まあ、動画より先に多分納車するやろう。納車にはなりそうですけど、はい、というわけでそんなお任せでお読みいただいた、はい、ホイールがこちらです。はい、こちら。これはね、新しい。そう、だからもう、うん、新しさをちょっと狙いました、今回は。これメーカーは、メーカーはベロスデザイン。はい、はい、アメリカ出張でミーティングもさせていただいたんで、はい、中の人も2人とも知ってますけども、ね、日本だと正直言うとあんまり認知度はまだそんなに高くないですよね。今年の頭のオートサロンでブルーの SVJ につけてたのがベロスですね、うんうん、はい、ただそんなにこういろんな雑誌とか日本 の、 その SNS とかユーザー の、 そのやり取りで、はい、多分あんまりまだ名前が出てきてないんじゃないかな。そうですね、はい、ただアメリカ行くと結構ショップで飾ってあったりとか、はい、だから結構向こうでの認知度はすごい高いんですよ、うんうんうん、
でもやっぱり日本ではまだまだこれからちょっと流行っていくメーカーかなって。つい最近だとあのマイセンブルーの992が真っ白白のあのベロスを履いて、それは日本の SNS でもかなり見たっていう人いるんじゃないかなと思いますけど、そんなこれから日本で注目するべきアメタンメーカーなのかな。でデザインもなんかあのアメタンってこう割と似てるのもあったりとか、メーカー独自のこうデザインもあったりとかしますけど、ベロス割とこう個性的な、今回もお客様からもうお任せでって言われて、で、まあ、いろんなホイールメーカー見てたんですけど、なんか結構似たり寄ったりやなと思って、その中でおっと思ったのがベロスのこの VLS03 ってデザインかな。ちょっとこれがこのクロスしてるところとか結構他にないなって。この確かにあんまり他で見ないデザイン、結構なんかあのクロスしてる間にもこう普通の確かに確かに確かに結構面白いデザインだなって、あんまり今までありそうでなかった新しいデザイン、だからちょっと今回もうお任せだったんで、これ絶対このデザインは765似合うなと思って入れさせていただきました。なるほど、こんな感じで、はい、で構造的にはこれ2ピース、そうです、両ブロック で、はい、でピアスボルトは1個飛ばしなのかな、ね、一応これ多分ね全出しだと思うんですよ。このあこれで全出しなの、そうそう、このねちょうど裏に来るあたりがこの辺なんですよ、うん、だから多分あそっか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 、だからスポークの形状的にここにピアスボルトが来てるから構造上ここ裏打ちになってるけど、そうそうそう、はい、こんな感じで、はいはい、で一応ピアスもボディに合わせてグロスブロックして、なるほど、で、まあ、またあの岡の好きなブラッシュドグロススモークこの電動詞ですか今回でもかっこええやんこれ、まあ、そうねそうそう、まあ、もういやカーボンに合うって言ってたんで、そうなんかいやちょっとフルポリにも振ろうかなって思ったんです皆さんあのまたかってコメントします、なんでだでも、まあ、でも鉄板、そうフルポリやったら前の812とちょっと変わり映えがね、黒のボディにフルポリのホイールで真っ黒やったんで、うん、じゃあ一緒はなと思ってヘルホルマンデの時の仕様にちょっと近いです、うん、はい、あとは結構いろんなボディカラーに合わせやすいっていうのもあるのかなっていう、あそれはありますね、うん、で後からちょっとじゃあ色変えようとかにも振りやすいんですよね、うんうんうん、だからじゃあブラッシュドを出してスモーク剥がそうって言うともできんくはなって、クリア剥がしてしまう、はい、というわけでそこはやりよいかなと、はいはい、電動詞が今回も電動詞こんな感じのフィニッシュになる、ダサい名前だ、はい、そしてセンターキャップはこのベロスの、はいはい、そうそうそう、ベロスのちょっとこのね浮いてるやつって言うんですかね、そういうこと？これ2ピースかなんかになってるんだ、うん、これでも削りやったらすごくない？最近アメタン全般こうセンターキャップかなり手が入ったもの、そうそうそう、はい、みんなのやること削り尽くしたから今度みんなセンターキャップ削ってるっていう、なんでベロスの方も、うん、これでも、まあ、ワンピースなんかな、ワンピースってあのでも裏側削ってあるっぽい、ルフィが探してるやつ、でもこんなとこ無理じゃないこれ、というわけでベロスも例に漏れず複雑なセンターキャップが採用されている、はい、感じです。だから最近のアメタンのトレンドも抑えつつ、まあ、他のメーカーにない、ね、確かにこれに似たデザインって他のアメタンメーカー見たことないんで、オンリーワンを目指す方には、はい、ちょっと今回は結構もってこいのメーカーじゃないかなと、うん、結構ベロスかっこいい、確かに、はい、あのみんなが履いてる安心感もあるんですけど、やっぱりこうカスタマイズする人って、はい、こう人と違ったのがいいとかってあると思うんで、はい、まあ、その辺かなりおすすめになってくるんじゃないかと。そうですね、ちょっとベロスはこれから意外とね大阪でもつけてるんですよ。なるほど、 G63 とか SVJ とか結構つけてるんですけど、意外と岡は初めて。ただアメリカで結構もっとつけてる人いるん で、ね、でね、アメリカのそのギャラリーなんか見るとすごい参考になる車とか履き方なんかいろいろあると思いますんで、今年後半来年より注目のメーカーになるんじゃないかなと、ね、はいはい、でタイヤは定番の20インチ、オフセットはクソ攻めましたパッツンパッツン、動画だといつも出づら伝わりにくいんですけども、はい、あのパッツン出てんって気持ちぐらい、はい、なるほど、気持ちぐらい、はい、これちなみに765と720でフェンダーが違うんで、うんうん、あのなんかねでも多分一緒、あそうなんだ、うん、多分一緒、ここフィンがついてるついてないだけでここはサイズは一緒なの、そうそうそう、ここの出幅は同じっぽくて、今回あのノビテックのスポーツスプリングで下げたんですけど、うんうん、なるほど、調整の仕方がシーリングなんですよね、だから5ミリずつぐらいしか変えれんのって、でなおかつ調整がめちゃくちゃ大変、大変です、もう毎回あのもう全バラぐらいじゃないとそのリングが映せないんで、はい、だから結構大変で、765ローダウン検討されている方はその辺を、はい、そうですね、事前に知っておいていただいた方が、はい、全然うちもできますんで、まあ、うんうん、作業している間メカニックが
戦ってるんで僕はあんま近づかないです、はい、まああとちょっと時間がかかるっていうところだけご了承いただいた方がいい。フェラーリとかランボみたいにちょっとパッと調整しましょうっていうのが難しい車ではあります、うん、なるほど、はい、そしてあとは横もカーボンパーツ盛りだくさんですね、はい、そうですね、もうカーボン盛りだくさん。いや本当何もいらないね、車外のなんかチューナーの、本当にこの子もあと触ってるの ASR のエキゾーストフラップコントロールぐらいの、まあ、それぐらい元々の完成度が高いお車ではあります。そして後ろはコンケーブ結構きついですね、なか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 この、ね、なかなかきついですね、はい、結構グワッと落ち込んでるんで、なんかマクラーレンのリアって結構こうコンケーブ逆反りが攻められるイメージですけど、うん、はいはいはい、そんな中でもトップクラスに、はい、だってワイドボディというかそのエアロパーツでこうワイドになってるわけじゃなく、うん、そう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 、はい、ナチュラルな純正フェンダーでこんだけでこれだけもうだから本当に斜め上とかから見ると、はい、センターキャップが見えないぐらい逆反りデザイン、うん、これ走ったらかっこいいですね。これかっこいいです。逆走行動画撮ったんですか？撮りました。おお、楽しみですね。じゃあそれ入れておきましょう。はい、だ結構そのコンケーブきついホールだと回った時がかっこいいんで。そうそうそうなん、まあ、その辺なんかも考えてデザインとかオフセットとかサイズとか選ぶとよりこう走った時もかっこいいのかなと。はい、そう結局やっぱ置いてる時もかっこいいんですけど、うんうん、やっぱこうやって回った時どう見えるかね。回った時が。だからうちの店で納車してこう帰っていくときに出てゆっくり走ってる時が僕一番好きなんで、そう回り出したらかっこいいんですけどデザインわかんないんで、確かに確かに、ふわって回ってるぐらいが一番好きです。でもあとブレーキの見え方とかがスポークの太さなんかで変わってくるんで、そうですね、その辺なんかを参考にしてもいいのかなと、はい、そうです。そして後ろは、はいはい、こんな感じで後ろもカーボン盛りだくさんです、はい、そうですね、もうカーボン盛りだくさん、ディフューザーとかも入ってて、これ後からやろうと思うととんでもない金額がかかるわけですね。もう前のあの伝説の STO ぐらい行くんじゃないかなって気がする。確実にそれぐらい行くんじゃないか、まあ、そもそも新車で選択するときもおそらくかなり高額なオプションになってくるんじゃないかなと。 はい、そして765といえば定番のこの、そうそうそう、だから750がこんな感じなんですかね。あ、なるほどなるほど、はい、はい、そうそうそう、こんな感じになってると、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、マクラーレンいいね。いいです。だから、うん、本当に改めてだけど、そう結構最初はやっぱディーラーさんも、まあ、もちろん、ね、厳しいっていうのもあるんでやっぱ手出しにくかったんですけど、やっぱり僕らも数触ることによってノウハウも分かってきてって感じで、うん、結構いろいろ触れるようにはなってきたんですけど、だから最近765は結構ご依頼は多いです、ね、なるほど、はい、まあ、確かにマクラーレンっていじれるのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、うん、はい、割とご入稿いただくことも多いんで、そうですね、それこそ765を買っていじりたいなって思ってる方海外見てほしいです。あ、なるほど、アメリカはもうめちゃくちゃもうなんかね、あのオープンハウスとか、うん、あの行ってももう765とかそれこそあの720とか 600LT とかめちゃくちゃいるんで、確かにマクラーレンのカスタマイズはアメリカすごく進んでるかもしれない。そうそうそう、だからその辺参考にすると、そう765とか720もマフラー変えるだけでリアクォーター外すんですけど、うんうんうん、もう普通にみんな外してやっちゃってる。確かにバラバラのも見てきましたからね、そうそうそう、僕ら、はい、でこう役付きなんかだともう外装も仕上がってるというか、はい、もう手加えなくていいぐらいなんで、はい、タイホイールローダウンぐらいでめちゃくちゃ目立つかな。そうですね。で最初にも言った通りその走りがスペシャルな車じゃないですか、はい、だからタイヤホイール変えるのなんてもう、はい、なんてことしてくれてるんだっていう意見も多分あると思うんですけどす、はい、アメリカ的感覚で言うと、はい、その純正ホイールを例えばその走る時用に取っといて、はい、あ、そうですね、で普段履きおしゃれに乗るようにこう、はい、本当に靴みたいに履き替えるなんていうのは全然できるじゃないですか、ですタイヤホイールだったら。そうそう、はい、なんでそんな使い方も、そうそうそう、あとはやっぱり純正でタイヤがコルサとかなんですよ、うん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 、K0 コルサとか、うんうんうん、もう普段乗れないんですよ、うんうんうん、もう溝なさすぎてちょっと雨なんて降ろうもんね、こんななっちゃうんで、いやそれも考えて普段乗りはそういうのに変えるっていうのも全然ありかな、うん、でどっかサーキット走るとか、うん、飛ばして走るっていう時に純正に戻すとか、うん、もしかそれに見合ったタイホイールに変えるとかっていうのにかなりいいんじゃないかな、うん、そうそう、そういうので結構カスタム需要がこれから日本でも増えたらいいなとは思います、うん、というわけで、はい、マクラーレンのノウハウもあると思いますね、はい、ぜひ興味のある方はボンド大阪までご相談ください、はい、というわけで各種 SNS のフォローとボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。